お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりに L ルームでカメラありのでしたけれども、はいはい、どうでしたか、こいちゃん。いやいつも通り楽しくできました。よかったです。感想。ダイエットの成功もおめでとうございます。ありがとうございます。1キロって大きいね。そういえば笹岡さん、楽しい、はい、報告というか提案がありましたね。そうですね。そう。まあこのメンバー知らないんだよね、真ん中ね。あ、そうですね。うん。そうですね。うん。ご褒美をいただいたみたいな。そうそうそう。ね、まゆかちゃん、教えてあげていいよ。うどん、はい、うどんだけ食べに行きます。四国にうどん、あ、ね、香川に。ふざけんなよ。セレブ。うどんを食べに行きます。セレブ。山田屋さん。山田屋さん。有名なところ。そころに。ふざけんな、先輩。ふざけてない。ふざけてないです。大真面目です。あ、そっか。じゃあいいや。ね、自転車で過酷な旅もありましたが、うん、ありましたね。ね、なんかそっち行きたかったな。そうなるよね。そうなるよね。よね、うん、なんで俺らが頑張った分みんな国に行ってたって話だよね。旅行僕頑張りましたよ。でもほら、リッキーはさ、ストミちゃんです。ストミちゃん。ストミちゃんだから。あの話をしてるのか。綺麗な海と。綺麗な海と。断崖絶壁と。そしてつとみちゃん。素敵。そうだよ。あ、いい。クラシックスの女子じゃん。なんでクラシックスの女子じゃん。すごいなそれ。全然嬉しくねえよ。目覚めちゃうかも。目覚めちゃうかも。そう、何もなくても週1ぐらいで会ってるもんね。何もなくても、ね、確かに、ね、確かに。いいことじゃないですか。会ったら嫌だよね。いよいよ29日がまあ特番で、そしてミスコンの後にまあクラシックスは番組がこれからどうなるのかというところなんですけれども、1年まあやってみて、まあ特番これからですけど、どうだったんだろう、クラシックスは番組って。新年ラジオやって、他の番組に負けない面白いものができたんじゃないですか。何だろう、まあこれで終わるのもったいないですよね。まあね、っていうふうにワラコさんにちょっとアピールしておきましょうか。しかも楽しかったよね。なんていうか、お客さんの反応がダイレクトに分かるので、また舞台とは違って、ね、そうね、ありますね、そういうのはね。いいこと言った、今まやかさん、ありがとう、すげえいいこと言った。それぞれの個性とか魅力とかが分かって、私は番組やっててね、楽しかった。そして何より笹岡さんが面白かった。あら、あら、トーク含め、ありがとうございます。ちょっと悔しかった、ね、いい才能持ってるんですよ、うん、持ってんだ、持ってる。そう、どうやって出るのそれ、わからない。だって俺とかいじられてるだけだったもん。いや面白いよ、そう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 、笹岡先輩がそんな、いやなんて気持ち悪いからやめろ。というわけで、29日の特番もよろしくお願いします。お願いします。